まずは折り紙を三角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて右の角をてっぺんに向けて折ります 反対側も同じように折ります次に右側のこの部分をこのようにこの横がまっすぐになる位置で折ります反対側も大体でいいんですが同じ大きさで折ります 次にこの先っぽを下から斜めにこのように開きます反対側も同じように下の先っぽから開きます上の角の1枚を 小さく下に向けて折ります。裏返して、この部分で上の角を下に向けて折ります。これで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。 下側に横長の花を描きます耳の線を引きます目はクリッと大きく 丸っこい目です左右のバランスに気をつけて同じ大きさで書きます。 頭の部分にロールの線を引いて目の光を描きます目の下半分の色の薄い部分も描きますこれに色を塗っていきますオレンジのマーカーで白い部分を塗ります焦げ茶色で耳の中を塗ります そのまま鼻と目の中も塗りつぶします。頭の線も描いて、薄い茶色で目の残りの部分を塗ります。白いマーカーで、 目の光を描いて、鼻も引きます。これでロコンの完成です。